ダンウェッソン・リボルバーは、アメリカのダンウェッソン・ファイアーアームズ社が開発した、回転式拳銃である。1968年に立ち上げられた同社より、発売された初のリボルバーで、大きな特徴として、ロバート・ E ・ドミアンが考案したリボルバーを参考にした、バレルは付属する専用のレンチを使用して、重工側よりナットを緩めて、簡単に交換することが可能になっており、 この容易な交換性能により、携帯性に長ける単重心のスナブノーズガンから、威力に長ける超重心のコンペティションガンや、ハンティングガンとしてまで一丁で用途に応じた対応が可能となっている。さらに、バレル自体も内側のインナーバレルを外側のバレルシュラウドで覆った二重構造となっており、フレームにねじ込まれたインナーバレルを重厚側のナットによって、 前後に引っ張る状態で固定する構造である。これによって射撃時にバレルにテンションがかかるため命中精度が向上するというバレル本体、バレルシュラウド、ナットに分解したダンウェッソンリボルバーのバレルシステム。レッド、イエロー、ホワイトインサートンの入ったランプタイプのフロントサイトもオプションとして複数予備のものが付属しており、トリガーは グルーブのないスムースタイプで、スイングアウトラッチは、バレルの根本で、シリンダーの位置を固定して、精度を上げるべく、ヨーク側に設けられている。また、インターナルセーフティとして、トランスファーバーメカニズムが設けられており、全体の仕上げは、ブルーイングフィニッシュ、トップは、マットフィニッシュである。ベンチレーテッドリブのみを備え、アンダーラグは、ハーフラグタイプのモデルや、 そのベンチレーテッドリブもない同じく、ハーフラグタイプのアンダーラグを備えた、バレルのモデルも存在する。ダンウェッソンファイアーアームズ公式サイト。ありがとうございます。